バキラ TV2 周年おめでとうございます。鈴花優子です。私はですね、イバキラ TV が始まって約半年後から、イバキラ TV のイバキラナイト、鈴花優子のただいま茨城という番組を、やらせていただきまして、なんと今では、一番古い番組となったということをお聞きしまして、大変嬉しく思っております。そして今はですね、すごく視聴率も上がってくれているということなので、これからも、茨城県を盛り上げるために私もですね、水戸出身として一緒に頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。これからもっともっと楽しいものをお届けしていきたいと思います。そして今度ですね、イバキラ TV に、私が作詞作曲をしたイバキラさんへの楽曲を提供することとなりました。そちらもどうぞ皆さん聴いてください。よろしくお願いいたします。鈴花優子でした。